やばい事故物件。東京に上京してマンションを探していた。いろいろ物件見て世田谷区に、お?って思った4階建てのマンションに目が止まった。駅徒歩1分、外見よし、内装おしゃれ、敷金礼金なし、7万円のワンルーム。ここみたいですって不動産屋の人に言いました。すると、ちょっと待ってくださいね。遠くの方で社員数名と小声で話していた。では案内します。と車に乗って向かったんですが、なぜか二人もついてきた。4階一番奥の部屋。部屋を開けてもらうと不動産屋の人たちは部屋の中に入らず、玄関先で待ってるだけ。急いでいたこともあり、ここに決めますと言うと、二人は顔を見合わせて。あまりおすすめはできませんが、本当によろしいですか?とか。私的にはおすすめはしませんよ。他の物件もいろいろありますよ。日差しが悪いことが理由かな?と、勝手に思っていた自分。早速次の日入居し、数日が過ぎた頃からそれは始まった。1。カーテンを閉めてシャワー浴びて出た時、カーテンの片方が全開に開いていた。2。夜中テレビを見ていたら後ろ首元で、おい、と男の声。3。帰宅すると彼氏との写真立てが床に伏せるように落ちていた。入居2ヶ月過ぎた頃彼氏に別れを告げられた。4。バイト先の友達が泊まりに来た。真夜中3時頃、友達が突然帰ると言い出した。恐ろしい目をした男にものすごい力で首を絞められた。家に泊まった友達、それぞれ接点のない4人全員が全く同じ体験をしている。5。突然警察が家に来る。男の叫び声がすると住人から苦情が入ったらしい。もちろん私一人なのに、警察は同じ理由で3回も来た。6。母さんが厄除けのお札を送ってくれたので壁に貼っておいた。数日後、お札が燃やされたようにまばらに焦げ目がついている。7。黒い煙のようなものが壁を出たり入ったりを何度も見るようになる。寝ようとすると耳元で、おい、とか、金どこ、金、と男がつぶやく。8。部屋中をせわしなく歩き回る音。寝てると髪の毛を引っ張られたり、パシンとほっぺたを叩かれる。9。完全な鬱になってしまい、男の怒鳴り声の幻聴がひどくなり、飲んだことのないワイン3本と紹興酒1升。消毒液のエタノールを飲み、手首から血を流し、玄関外でうずくまってわめいていた私を隣の住人が119へ、気づけば病院のベッドの上で医者看護師に囲まれていた。先生から、運ばれた時は急性アルコール中毒で呼吸停止していた、と聞かされた時はさすがに震えた。1ヶ月精神科に入れられた。退院してすぐ友達と一緒に荷物を運び、しばらく住まわせてもらった不動産屋にこれらのことを話すと、うつむきながらうんうんってうなずいて。1ヶ月分の家賃と、退去時に払う修繕費はいりませんから。と言われた。お寺にお祓いに行った時住職さんが私を見て、言葉にできないようなすごいものを背負ってこられましたね。と一言。今はやっと普通の暮らしができるようになったので投稿しました。あの部屋は間違いなく呪われた事故物件だったと思います。しかも関わった人にも害をもたらしましたし。場所は、世田谷区若林アーマルンリマルートマンション、4階の一番奥。ビジネスホテルで見たおばあさん。3年前に仕事で関西に行った時の話。残業で遅くなり、ホテルにチェックインしたのが午前2時半くらいで、何回か忘れたけどとりあえずエレベーターに乗り部屋に向かった。大手の普通のビジネスホテルって、だいたいエレベーターを降りると右か左どちらかに通路があり、突き当たりの左右に部屋がある T 字型の作りになってるでしょ?その時のホテルはエレベーターを降りて右のすぐ突き当たりの壁に、左は何から何号室、右は何号室ってプレートが貼ってあって、それを見て左だと思って曲がったんです。夜だから少し薄暗い廊下だったけど、曲がってすぐに一番遠い奥の部屋と、そこから自分のちょうど真ん中あたりに人が二人、こちらを向いて立ってるのに気がついた。こんな夜更けに何してんだろ?と思いながら部屋番号を探しながら歩いていくと、二人に近づくにつれ空気が重く、寒くなってきた。そして二人の様相もだんだん見えてきた。二人は年配のおばあさんで、髪はきちんとセットされている。二
服は二人とも青い着物みたいなんだけど、もっと分厚い、冬に上に羽織るような着物で、下はモンペみたいなのを履いている。そしてなんだか目のあたりが二人とも黒い。すごくどす黒い。やばいやばいと思いながらも、早足で部屋を探しながら歩くとどんどん近づいてくる。少し前から気づいてたんだけど、このおばあさんたちには目がない。二人とも眼球がないのか、両目がぼっこりへこんでいる。そしてなんていうか人の気配が全くない。二人の間を通過するときは全身鳥肌で、変な汗が出てちびりそうだった。一番奥に着きそうになるが、まだ部屋はない。最後の部屋番号も違う。ないない、部屋がない、逆だ、間違えた。恐る恐る後ろを振り返ると二人とも向きを変え、こちらを向いている。怖くて失神しそうになったが必死に走って逆に戻った。また二人の間を通過するときに何か聞こえたが、それどころではない。逆の一番奥に部屋はあった。急いで鍵を差して部屋に入る前に、後ろを確認したらすぐ後ろに二人が立っていた。二人とも信じられないくらいに大きく口を開け、真っ黒い穴三つの顔で。ジャージヤヤジャージヤジャージャーみたいな感じで、耳じゃなく脳に響く感じで叫ぶ。そのまま扉を閉めすぐフロントに電話してきてもらった。錯乱して従業員に不審者だのお化けだ警察だってわめいてたら、防犯カメラの確認をしてくれたらしいが、俺以外何も映ってなかったらしい。あれから今でも少し耳がおかしい。この話をした友達もその後見たらしい。今思い出しても恐ろしい。ちじれ毛とダンボール。今年の9月からさ、一人暮らし始めて某アパートに住んだんだよ。それでさ、俺が住む部屋はベッドが置いてあったんだけど、それの下が押し入れみたいに物をしまえるようになってんだよね。それで、その押し入れに小さいタンスを入れるから、その押し入れのサイズを測ってる時にさ、その押し入れの側面に白い布があったんだよ。最初はなんだろこれ？的な感じで白い布を手に取ったんだよ。そしたらなんか包んであったんだ。形は正方形で15センチ四方ぐらいの大きさだったんだ。俺はそん時に、あ、これは怖い話でよくあるやつで、中にお札があるパターンだな、と思ってたわけよ。で、白い布を剥がしてみたんだ。そしたら、正方形に切られた段ボールだったんだよ。で、その段ボールが2枚に重なってたんだよ。で、重なってたから1枚剥がしたわけ。そしたら、長いちじれ毛がびっしりあったのよ。最初は虫かなと思ってびっくりしたんだけど、よく見たらちじれ毛。しかもめっちゃ長い。なんかチン毛がめっちゃ長くなった感じだった。それが段ボールに挟まれてんだぜ。俺はパニックになって、それを床に置いて5分くらい固まってしまったわけよ。さすがにこのままじゃダメだと思って、そいつを元の白布で包んで、某不動産屋に直行。俺を接客した人にも見せて事情を話したわけ。そしたら、部屋を変える手配もしてくれて、なんとかなりそうで安心した。雑談もして、いろいろ話してたら急に他言はなしでお願いしますって言われたわけよ。で、前に住んでた人の話をしてくれたんだけど、その人はおっさんらしくて、いわゆる普通のおっさんで家賃もちゃんと払ってたらしいんだよ。でも契約更新の前日に、更新するか確認の電話をしたらしいんだけど、なぜかそっから連絡が取れなくなったらしい。で、更新がなければ不動産屋って自借りる人のために部屋を清掃するんだけど、なぜか全ての道具、服とか鍋とか全部置かれたままで、部屋も荒れ放題だったらしい。でもこんなことは、ここじゃよくあること。で、そのまま片付けたらしいんだ。でもその時には白布に気づかなかったとか。そんでたまたま俺がそれを見つけたわけよ。まあ、確かに気づきにくいとこにあったけど。今は友達にこの話をして、いろいろ呪いだとか、なんだとかになってるんだけど、よくわからないだよね。ネットにも、こんな事例は載ってなかったから。誰か知ってる人いる？15センチ四方に切られた段ボールで2枚重なってて、その間に縮れ毛。しかも白布で丁寧に包まれてたわけ。本当に意味が不明すぎるから、誰か有力情報ある？関係ないと思うけど似たようなの出てきたことあるよ。俺の場合はユニットバスの上だけど、引っ越して少ししてから、なんか腐った匂いするんで、ネズミの死骸でもあるのかと点検口開けてみたら、コンビニの袋に入れておいてあった。画像貼るけど一応注意な。
現物見たとき左のこめかみの血流おかしくなって、ひどい痛みで一晩中もだえてたから。正面からのやつ。上からのやつ。証明写真だと思うけど、顔と髪人形っていうの？それに名前書いてあるんで一応隠しとく。赤いのは多分血、これと結構な量の髪の毛と切った爪、なぜかガーゼがコンビニの袋に入ってた。これだけは写メ撮って、他のものと一緒に夜が明けてから神社に押し付けてきた。頭痛以外はこれといった現象ないからなんとなく書きそびれてたんだけど、似たシチュなんで一応書いとくよ。